おい、田中、トイレ掃除ちゃんとやってから帰ったのか？社長、お疲れ様です。トイレ掃除ですか？何のことでしょう？何のことじゃねえだろうが。お前はトイレ掃除要員なんだからちゃんとやれよ。え、トイレ掃除は別の会社の方に委託されてますよね。自分がトイレ掃除担当だというのは知りませんでした。はぁ？これだから新人は困るんだよな。トイレ掃除は新人の仕事に決まってるだろ。委託のおばちゃんたちが掃除してるのは知ってる。でも新人なら会社に自分の熱意を認めてもらいたいだろ、普通。だからみんな、普通は自分から進んでトイレ掃除やるんだよ。そうなんですか？そんな伝統は聞いてなかったので、すみません。習わしなんですか？俺が今決めたんだよ。お前は明日から掃除担当な。え、じゃあこれまでに前例はないけど、俺にはやれということでしょうか？なんだ？何か文句でもあるのか？他企業から実力で引き抜いてやったんだ。うちの会社に全身全霊で尽くせよ。引き抜きでお声掛けをいただいたのはありがたいです。条件もかなり好待遇でのお話でしたからお受けしたんですが。実際、現状としては以前のお話と全く違いますよね。条件書からかなり変わってると思うんですが。今は使用期間中だからということでお間違いないでしょうか。そうだ。使用期間中なんだから当然だろ。その態度だと使用期間が長くなるかもしれないがな。え、長くなることもあり得るんですか？契約書には1ヶ月、最長3ヶ月と書かれてますよ。そんなの俺の一存でどうにでも変えられるんだよ。お前の態度次第だな。これ以上舐めた態度取ってると一生使用期間だぞ。先輩に聞いたんですが、1年経っても使用期間のまま辞めた方もいるとか。それって契約違反じゃないのでしょうか。俺に口答えするとはいい度胸だな。誰に話してるのか分かってるのか。俺は社長なんだぞ。申し訳ありません。口答えをするつもりは全くありませんでした。もっと自分の態度を改めないとダメだな。これだから新人は精進します。じゃあ明日朝一でトイレ掃除な。え、それは変わらずですか？当然です。それは変じゃないでしょうか。どうして出入りの業者さんに委託してるのに自分がまた掃除するんですか？お前の精神を鍛えるためだよ。そんなこともわかんないのか。遅刻したらお前は終わりだからな。そう言われましても。通常の出勤時間より1時間早く来ればいいだけだ。新人なんだからそれくらいやれ。わかりました。遅い。お前トイレ掃除もしないで何やってるんだ。申し訳ありません。先ほど専務には電話で伝えたのですが。出勤中に道で妊婦を助けただと？そんな作り話で遅刻が許されると思うのか。事実なのですみません。15分も遅刻、トイレ掃除もせず、妊婦がどうのこうので遅刻か。お前はこの仕事を舐めているということが分かった。え、舐めてないです。事実ですよ。どういうことでしょうか？席見たのか？見ましたけど。それに今日はオフィスに入れないって、一体どういうことですか？仕事に遅れたお前はもういないも同然だ。だからって、席に写真を飾るってどういうことですか？家だよ。え、もう15分も来ないから、この世にいないと思ったわ。家？たった15分の遅刻で、家？やりすぎだと思いませんか？しかも理由があっての遅刻です。遅刻したのは申し訳ないと思ってますが、嘘ではないことを証明するためにと、相手の方からも後ほど電話で会社に連絡するとのことです。病院の領収書なども提出して対応してくれるそうです。いらない。そんなの無駄だ。無駄？どうしてですか？お前はクビだからだよ。え、使用期間中に遅刻なんて非常識すぎるだろ。だからお前はクビなんだよ。残念だったな。元の会社にも戻れないだろうし、お前がいくら能力があっても無駄。遅刻した時点で、社会人としては終わりだから。わざわざ引き抜いておいて1ヶ月で解雇ですか？それはさすがにありえないですよね。ありえないのはお前の方だろ。道で妊婦助けたのが遅刻の原因とか、社会人舐めてるのか。お前はもうこの世にいないものとして、家置いといた。出てけ。じゃあ、会社ぶっ潰すわ。やってみろ。もういいっすわ。俺は復讐するって決めたんで、後悔しても遅いですからね。復讐なんてお前に何ができるんだよ。俺は会社の社長なんだぞ。お前みたいなただの雇われに何ができるんだ。ああ、今はもう雇われてもなかったな。あなたのやり方は横暴すぎる。さすがに俺も愛想がつきましたよ。わざわざ LINE まで嫌味を言ってきたり、家まで飾るなんて。子供かよ。うるさい、この負け犬が。底辺は勝手にそこで吠えてろ。うちの会社には生意気な奴はいらないんだよ。もう戻ってくるなよ。誰が戻るか。覚悟しとけよ。先ほどは本当にありがとうございました。妻が大変お世話になりました。いえ、気にしないでください。
奥さんは大丈夫でしたか？大丈夫です。無事に元気な男の子を出産してくれました。それは良かったです。いいニュースが聞けて自分も嬉しいです。会社の方は大丈夫でしたか？少し遅刻させてしまったかもしれないと聞いたのですが。はい、遅刻してクビになりました。え、本当に？すみません。でも大丈夫ですので、自分でも辞めようと思っていたところだったので、今回のことのせいではないですから、気にしないでください。ちょっとお話聞かせてもらえませんか？え、どういうことですか？もしかして、自分に何かできるかもしれませんので、落ち着いたらお時間もらえませんか？わかりました。でも本当に気にしないでくださいね。伊藤さんのせいではないので、余計なことを言ってすみません。おい、田中、お前はどうせ今何もしてないんだろ？仕方ないからまた雇ってやってもいいぞ。戻ってきたらどうだ？は？誰？何言ってんだ？お前の元上司だ。社長の河野だよ。失礼なところは変わらないな。上から目線で横暴なところはそっちも変わらないですね。俺に何の用ですか？なんだと？失礼な言い方もいい加減にしないと。雇ってやらないぞ。はい？俺がいつ雇ってくれって言ったんですか？俺が雇ってやるって言ってるんだ。どうせお前みたいな負け犬は何もしてないんだろ？俺がお前を会社に戻してやるって言ってるんだ。どうだ？嬉しいだろ。嬉しくないんですけど。なんだって？なんで俺が嬉しいと思ってるって信じるんですか？お前、何もせずに無職なんじゃないのか？前の会社にも戻れないはずだし、俺の会社はクビだし。こっちは会社を起こして大成功で大忙しですよ。え、会社を起こした？そうですけど、何か問題でも？なんだよ、会社って。お前にそんなことできるわけないだろ。会社経営なんてそんなに楽なもんじゃないんだぞ。それはもちろんわかってますよ。でも、あんたよりはうまくできてると思います。だからこっちは成功していて、そっちの会社は大ピンチなんじゃないんですか？は？なんで知ってるんだよ。俺の会社がピンチだってこと。そりゃわかりますよ。同じ業界なんですから。じゃあ、お前本当に会社を経営してるのか？しかもこの業界で？そうだってさっきから言ってますよね。なんで信じられないんですか？信じられるわけないだろ。お前、まだ30そこそこだろうが。そうですね。でも今は無事に会社経営してます。どうせ会社経営とか言っても自分でやってるだけだろ？個人事業主の範囲なんじゃないのか？大手企業でもないくせに偉そうに。そうですかね。100人規模でやってますよ。は？そんなに？うちの会社と同じくらいじゃないか。どうやって金を貯めたんだ？どういうことだよ。無理だろ、そんなの。確かに俺にはそんなに貯金はありませんでした。でも俺の会社には出資者がいたんでね。出資者？何の後ろ盾もないお前に。誰が出資を？あなたが俺をクビにした時のこと覚えてますか？はぁ？何を今さら。お前が遅刻してきたからだろうが。そうですね。遅刻の原因は妊婦さんを助けたからです。そういえばそんなこと言ってたな。それがどうしたって言うんだよ。出資してくれたのはあの時の妊婦さんの旦那さんだったんですよ。え？おかげで何の後ろ盾もない俺が会社を立ち上げて軌道に乗せることができたっていうわけですよ。まあまだまだこれからですけど、少なくともみんなあなたの会社よりも今の方が働きやすいみたいで伸び伸びやってくれてますよ。え、みんなってなんだ？はあ、やっぱり無能社長のあなたは気づいてませんでしたか。あんたの会社の有能社員も全員引き抜いてうちの会社で働いてもらってるんですよ。は？え？何言ってるんだ。うちの社員を引き抜いただと？気づいてるかと思ってましたけど、本当に何も気づいてなかったんですね。じゃ、自分の会社がなんでうまくいってないのかも全くわからない状態で人だけ辞めていくって感じだったんですかね。そうだ、お前のせいだったのか。いや、俺のせいだけではないけど。でも言ったよな、お前に復讐してやるからって。復讐って、まさかこれが。そうだよ、同じ業種で同じ内容で起業してお前の会社よりいい業績を上げてるんだから、俺の会社の方がうまくいってると言えるよな。お前みたいなクズの会社は倒産して当然なんだよ。倒産？うちが？まだ気づいてないのかよ。そのままじゃ来期まで持たないのは誰が見てもわかるよ。残念だったな。なんでこんなことになったんだ。お前のせいだな。お前がはめたんだろ。そういうことじゃない。自分が一番で、社員のことなんて何も考えず、横暴な会社運営をしてきた結果だろう。自分のせいでしかないんだよ。困る。この会社は親から受け継いだものなんだぞ。潰すわけにはいかないんだ。じゃあもっと早く気づくべきだったな。もう手遅れだよ。もうこの世にいないと同じようなもんだし、お前のデスクにも、家でも飾っておいてやろうか？田中さんはその後、河野社長を無視して業務に戻り、河野社長は現実に落胆することしかできなかったんだそうです。河野社長の会社は間もなくして経営が立ち行かなくなり倒産。今まで偉そうにしていたので誰にも助けてもらうこともできず、無職になって借金まで背負ってしまい途方に暮れているのだとか。田中さんの会社は大成功し、急成長を遂げ、河野さんは田中さんの成功を妬んだんだそうですが、指を加えて見ていることしかできなかったようですね。